IRT 二番街線あるいは二番街高架線は、アメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン区にあった、インターボローラピットトランジットの、高架鉄道路線である。1940年以降は、市営地下鉄3社の市営合併により、ニューヨーク市によって運営されていた。57町名駅以北は1940年6月11日に、廃止され、以南は1942年6月13日に、 廃止された。1875年、高速輸送委員会は、ギルバート高架鉄道に対し2番外沿って、バッテリーパークからハーレム川を結ぶ、鉄道路線の建設を認可した。その後委員会は6番外線の運営を、ギルバート高架鉄道が行うことを許可し、その後、ギルバート高架鉄道の社名を、メトロポリタン高架鉄道に変更した。 1990年頃路線は電化された。1914年から1916年の間にラッシュ時に急行列車の運行を行うために急行線の建設が行われた。1916年1月17日より急行列車の運行が開始された。二番街線は全線にわたって二番街以上を通過しているわけではなかった。シティホール駅から チャタムスクエア駅間は、IRT3 番街線と線路を共用しており、チャタムスクエア駅では、南側は、シティホール駅方面とサウスフェリー駅方面、北側は2番街線方面と3番街線方面に、分岐していた。チャタムスクエア駅からは3番街線と分かれ、ディビジョンストリートに沿って東へ向かいアレンストリートで、北へ曲がった。その後ハウストンストリートより一番街をさらに北へ、 向かい23丁目との交差点で左へ曲がって2番街を129丁目まで北上した。129丁目駅からはまた3番街線に合流し、ハーレム川を渡ってブロンクスクへ入っていった。1934年には以下の列車が運行されていた。1939年9月8日より BMT アストリア線の列車が平日ユーラッシュ時に2番街線へ、 乗り入るシティ、ホール駅を発着するようになった。1940年6月12日、2番街線は57丁目駅北が廃止された。夕方、日曜のクイーンズ区発着列車は、シティホール駅発着から、サウスフェリー駅発着に変更された。1941年5月19日、夕方、日曜の列車の運行が廃止され、 1942年6月13日をもって全列車の運行が廃止された。現在 IRT2 番街線とほぼ同じ経路を通っている M15 系統バスはニューヨーク市内で最も混雑するバス路線の一つである。しかしバスであることから一同に輸送できる乗客の数が鉄道よりも少ない。 二番街の地下を通過する二番街地下鉄は1919 19年以来計画され続けている。IRT 二番街線の廃止は二番街地下鉄の建設を見越してのことであった。2017年1月1日に72丁目駅96丁目駅間が開通し、現在は96丁目駅ハーレム -125 丁目駅間が建設中である。ありがとうございます。